もうやだ、絶対もう自分から名乗りでわしが人狼見つける。お前ら頼りにならん、死んだ意味がなかったよ。ちょっとなんかね、ここの6人ね、こう喋る3人と違うっていう3人がね。そうそう、人狼はいち早く俺とミスさん両方を消したら一気に勝ちに近づくやん。本当だよね、騎士1位でね。まあ騎士1だけど、まあ騎士はあのね、言わないということで。騎士だろう、市民だろうっていう炙り出しをするとね、確率が低くなってしまうので。いや、もう設定しましたんで始めましょうか。はい、はい、ここでとしみつが人狼とかになったらさ、ボロ負けになるよ。どうなんだろうね、僕逆にとしみつ分かんなかったけどね、僕は。ね、なんか今やったらちょっと分かんない気がする。確かに、さあ、てつやから一貫して同じスタイルを貫かんって感じ。ここで急にとしみつまた喋り出したら何これ。よいしょ、興奮します。さてと、占い師が名乗り出るか出ないかを決めよう。今回出ていいんじゃない。出ていいんだよ、騎士が守れるからな。そっか、占い師だ。もう、ほんとね、いないな。騎士、守ってくれ、頼むよ。じゃあ誰を殺して誰を守るかだな。ここで騎士を当てたらまずいと。ここで騎士を当てたら、そう、騎士が死んでその後に人狼が殺そうとしたら、うん、いや、そう、騎士が死んでも騎士が死んだか分かんないから、まあリスクはあるよね。温存者を殺しんだら無駄になる可能性がある。そうね。これ市民強いね。めっちゃ強いわ。うん、うん、情報ないね、やっぱり最初は。そっか。一番騎士っぽくない人、5人、人狼っぽい人で、まあ誰裏なのかはもう適当だもんね、うん、混乱するの、混乱させる人を殺しておく、最初に一人は。混乱させる人。うん、混乱させる人。いや、もうこの辺じゃないですか。初心者の。ああ、まあそれは、うん、哲也は意外とちゃんと考えてはいるんですね。考えて喋るから。で、怪しいとこが占い師じゃん。なあ、でも人狼これ乗り出ないこともあるのか、全然あるよ。人狼から乗り出る占い師だって。ああ、占い師が出てきて、うん、いや、こっちこそ占い師だってパターンは今はリスク高すぎるとか。ああ、確率論でいくと2択になっちゃうもんね。あんまりやんないからね、うん、一応今は兄さん市民が5人いるから5分の1なんで。ただ怪しい人に入れられてあぶり出されると普通に人狼殺していい。俺は全然。うん、私も殺していい。俺も全然いいよ、うん、でもむずいよ、ダメって言ったら騎士の可能性あるもんね。うん、嫌だって言えないよね俺。うん、そうだね。見すぎね、俺の。どっちみつ顔見るしかないんだよな、情報の出方が。どっちか分かんなくないんだもん、分かんない。なんかいつもより静かだったけど、1回戦はこんなに静かだった気もするな、どっちみつは。誰怪しいと思う。今のじちゃんにとっては。せやのにみんなで指さす、それはありだ。マジで勘だな、最近。勘だね。ただの勘。勘。いっせーので、ああ、虫に都市民存在者なの。まあこいつは市民だね。え、ん、こいつは市民だね。あ、占い師っていうの嘘ついてた。都市民はじゃあ難しいことになるのか、一人だけ。なんで確かに。じゃあなんで。いや、何も考えて占い師って名乗り出てる。占い師なの。あ、そっか、何も忘れてた。え、怖いな、これ。やばい、分からん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 ぞ。お腹減ったしか考えてなかった。なんだ。じゃ今のは参考しなくていいわけだ。んとしみつの意見は参考しなくていいわけだ。こいつは何も考えていない。でも人狼って考えること多いやん、正直。うん、
必死こいて考えてるうちに御曹司さんそれ忘れて、とりあえず隣にいるから刺しとけみたいな。都心図あるぞ、人狼。ない。市民だって、俺は。出た出た出た。これに座ってくるのずるいんやな。だって今話した情報それしかなかったやん。それ唯一聞き逃すことないやん。やばい、時間がない。え、夢物殺しで僕占いに行く。いや、都心図だと思うんだな。殺して俺か虫さんを占ってほしいな。まあそれは任せるよ。まあまあまあ、うん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 、確定はせずにそこを見せる。やっぱ真実は騎士でも黙って死んでくれれば人狼は分かんないから。これはもう喋ることねえな。6000人ぐらいだし。確かに結構やってるからね。もうパターン化されちゃった喋りが。市民だ。やりますか、はい、議論終了。投票の結果、はい、本日の決戦のはとしみつさんです。うん、うん、まあまあまあ、それはとしみつさんも処刑されました。以後幽霊なんて言い放してはいけません。皆さん、容疑者を処刑者にもかかわらず再び恐ろしい夜がやってきました。ゲームマスター流して悪いな、こうしちゃって。さあ、夜がアクション完了です。昨晩の犠牲者は哲也さんです。哲也さんは幽霊になりますね。はい、まあ、疑われしてはいないと、はい、さあ、お話しください。哲也怪しいと思ってたけどな、死んだか、ありがたいな。騎士だったのかな。もう騎士って言っていいのかな、実は。あ、でもそれ言う人ないか、別に、うん、はいはい、占い師でした。はい、寮を占ったんですよ。うわぁ、寮は人間だったんだよ。市民、市民だった。俺を引いたか。あー、虫眼鏡にしたしか分からんくなったな。どうする。あ、そっか、じゃあ二択になった。そうそうそう、とりあえず俺は市民。くっ、どっちかが全員、全員市民だけど、どっちか。もうそこの夢丸 VS 虫眼鏡だから。うわー、虫眼鏡怪しくなっちゃうな。虫眼鏡を怪しむ目で常に見てよ。どうなんだろう、ここってもうあれかな、違うぞって言い張る戦いかな。そうなるのかな。どっちかが騎士ってことでしょ。で、どっちかが人狼でしょ。あ、でも、あ、でも騎士は死んでる可能性がある。だってことは、ただの死ぬってことなんだよね。で、騎士はもう死んでるってことじゃない。あ、そうか、哲也が何だったか分かんないのか。そうか、哲也が騎士だったかもしれないのか。トシミツの騎士だったかもしれないのか。ああ、そっか、その考えもあるか。何で出てる。別に何でもいいか。で、人間で出てたんでしょ。うん、市民か騎士分かんないことなんだ。あ、そういうこと。あ、そのとき騎士も人間だから。そうそうそう、騎士って出ないってこと。確かそうで。ああ、まあでも、どうせ二択だ。いや、分からへんよ、そんなに。喋ってよ。なんだろう、でも、なんて言ったら疑われないんだろう。え、分からん、夢丸ってあれでしょ。俺は人狼じゃないって言うでしょ。うん、もう分かんない、僕も人狼じゃないからな。え、今どっち怪しい。今の時点では、うん、騎士って最初に言わない方がいいかなって。あ、あれ嘘かもしれないのか。でもね、今の時点で、まあ、そんな決定的ではないけど、若干。俺はじゃ、まあ、若干虫眼鏡かな。あ、こっちと思ってる。嘘でしょ、早くね。ごめん、あの、ただ日報。10時なんだもん。びっくりした。10時。あ、そっちか。本当の夜か。2時間やってるってことかも。わからん、僕もあんまり頭働きなくて、これを言うことが僕の有利になるか不利になるか分からないけど、最初に占いをするって時に、なんていうの、僕占うって言ったじゃん、僕。1戦目。あ、じゃあ、夢丸殺して僕占うって言ったんですよね。でも僕、人狼だったら、それ言わないんじゃないかなっていうんですよね、思うんですよね。うん。まあね、まあ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 。一戦目で占われて一瞬殺されちゃうから。ちょっと音が止まっちゃったけど、時進んでます。あ、了解です。何で止めたの。止まっちゃった、音が。
でも俺も最初はもう死んでもいいっていうことだったしね。確かに。うん。言ったな、そういえば。って。そのくらい自信はね、あるからね。うん。でもなんだろう、夢丸の死んでもいいよ、あれじゃん。もう、占い師が、乗り出て、力士はもう、内緒だよっていう認識のもとの死んでもいいよじゃん。でも、夢丸が死んでもらったら、もうちょっと頑張るよね。なんかもう、あ、このまま殺されたらまずいっていう。なんか、最後の最後まで決まんなかったじゃん、二人は。うん。ああ、そっかそっか、最初、うん、うん。ああ。誰かに向けるよね、人狼だった。そう、もうちょっと、あまりにもあのまま選ばれてやったら、間抜けすぎるじゃん。確かに。それは間抜けすぎるな、確かに。どっちにする？まあ、運ゲーなんだよな、実は。でも、俺は分かってるから、リョウは。もう、だから、占ったから。だから、うん、そう、リョウは違う。リョウは間違いなく、ここだって本当のこと言うし。間違いなく、今、俺を説得じゃないけど。そう、どっちにするっていうテンションで。まあ、まあ、そうだな、確かに。虫さんが、その、僕、占うどうするみたいなのは、言える、じゃん。うん、言えると思う。で、今までが人狼の時に俺殺すは言えないと思う。うん、それで本当に殺されたらあれだ。そうそうそう、もともとの今もう亮は全面的に信用していいはずだ。うん、それ踏まえたらどっち倒すって言ったら僕ミスさんだよねって俺は思っちゃう。そうだね、異論はね、俺は市民だ。私も市民じゃ。悔しいな。さっき言われて、さっき負けたもんな。虫さんにするか。虫さんにしとくか。まあ確かに言われてみれば。うん、さあ、いいよ、議論終わりました。本日結果されるのはメガネさんです。メガネさんは処刑されました。うん、市民チームの勝利です。やっと勝ったやっぱ占い師が仕事すれば勝てるね。そうだね。あ、でも今亮のおかげだ。騎士は誰だったの？騎士俺。あ、そう。あ、亮だったんだ。あ、そうか。普通に哲だと思ってたもん、ずっと。あ、そういうんだ。お前らひどいぞ、俺の感覚。そう、なんかね。確かに。でも今回はマジ、としみつが最初に殺したことによって勝てたから。で、俺が人狼だと一番怪しんでた哲也が死んでくれたから、もう完全に虫さんで、虫さんだろうなってなった。うわこれ、外から見てて一番怖いさ、陰謀論のさ、なんか、ね、人狼なのに、占い師と名乗り出てバカな占い師のとしみつが、何も言わずに下手な策略で、なぜか黙ってそのまま死んでって、もう全てを犬のままやってるっていうの、ちょっと思った。最後ね、それだったらもう終わったってなって、最後こうやってずっと笑ったから。そうしたら本物の占い師が無能すぎるからね。そう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 、もうちょっとあるから。間違いでとしみつが何も言わず死んだわと。そしたらとしみつを物理的に攻撃する。いやー面白い。あ、面白いですね。面白い気がした。今も結局二択だったしね。もう最後はちょっとイベントでありますね、これ。もしかしていつかイベントやるときにステージで僕らだけ人狼してるみたいな、トークライブ的な感じだったら全然ありだ。人狼ライブ、おもろいね。ね、200人ぐらいだったら多分表情見えるよね。見える見える見える。やばいよね、それ結構盛り上がる。見てておもろいよね、実は。おもろいと思う。ちょっと、生放送でできる企画ってことは、つまりできるってこと。しかもすげえいい企画。このゲーム考えてすげえってのも分かるね。天才じゃ、誰誰なの、教えて。相手、相手。ありがとうって言いたい。言って、言いに来ちゃうよね。メインの生放送で2回やってサブチャンに2本やる。ハマりすぎ。でも一人だけめっちゃバカにしてるやつがいます。誰でしょうみたいな。人狼は誰でしょう。このゲームバカにしてるやつ誰でしょう。考えたやつうまいのかな、やっぱり。うまそうだね。うわ、すごい。素晴らしいゲーム。初めての時すげえ面白い。バンコクに行こっか。終わった、完全に。行こう。ダリー。行ってきます。ダリーって言ったら私するな。